私の名前はおんぷ。今日もなじみの机と椅子で快適にお昼寝中。机ってひんやりしていて気持ちいいんだよね。今朝この近所に不審者が出たそうです。不審者？怖い。みんなを危険にさらすわけにはいかないので、今日からしばらくはパパやママにお迎えに来てもらうことになりました。そんな物騒なことがなくても、僕は毎日送り迎えをしてもらっているよ。なぜならうちはお金持ちだからね。今日もママが高級車に乗って送迎してくれるんだ。この子は金之助くん。いつも高級品を持っていて金持ちアピールをしているの。いいな、さすが金之助くん。私も今度乗せて。送迎？送迎？アーティスト活動をしろってこと？そんな高度なことお願いしないよ。送り迎えをしてくれって言ってるの。音符は誰が迎えに来るの？ママだと思う。そっか、今日はママと一緒に帰れるんだ。そうと決まれば早く帰り支度しなきゃ。授業にもそれぐらい意欲的になってほしいな。音符のやつ、相変わらず僕のことに関心がないな。他の女子たちは金持ちって言葉にすぐ食いついてくるのに、この間もせっかく高級品の鉛筆を見せびらかした時も。文字が書けるなら何でもいいじゃない？なんて言いやがって、全然興味なさそうだったし。くそ、ムカつくやつだぜ。金持ちの良さってやつを理解させてやる。お迎えの時間、みんなで校庭で待つことに。ママ大丈夫かな。この時間は忙しいはずなんだけど。あのバイクは？バイク！ママちゃん来た来た！え？リリーちゃんのママ？こっけー！リリーちゃんのママすごく美人！バイクでお迎えなんてめちゃくちゃかっこいい！リリーお待たせ！一緒に帰りましょう！うん、帰る！みんな、バイバイ！リリーちゃん、また明日ね！さくら、お待たせ！迎えに来たよ！白馬に乗った王子様？絵本で見たことある！リアル王子様よ！パパったら、馬で来ちゃダメってあれだけ言ったのに。ちょうど馬に乗ってたからついでにと思ってね。もう恥ずかしいから早く帰るわよ。ついでって何してたんだよ。おんぷちゃん、また明日。さくらちゃん、さようなら。みんなのお迎えすごいな。さくらちゃんもなんだかんだ言って嬉しそうだったし。ん？なんか真っ赤な車がこっちに来ているような。誰の親だろう。きんちゃん、迎えに来たわよ。あ、ママ。金之助くんのママか。あれ、金之助くんの車、いつもお迎えに来てくれるの。すっごい真っ赤でかっこいい。そうだろそうだろ。ただのスポーツカーじゃないのよ。世界に数台しかないレアものなんだから。しかもドイツ産で頑丈なんだ。ぶつけられたとしてもびくともしないんだぞ。外国の車なの？すごい。かわいい金ちゃんの体を傷つけないためには当然のことだわ。どうだ音符、僕がすごいということが分かったか？別に金之助くんがすごいわけじゃ。音符、お待たせ。あ、ママ。音符の家のお迎えはなんだ？どうせ安い軽自動車だろ。遅くなっちゃってごめんね。自転車？特売セールに夢中になってたら遅れちゃって、間に合わないかと思ったよ。なんだよ音符、お前んちくっそ貧乏じゃないか。いや、これは今時ママチャリなんて品がないですわね。いや、だから。しかもスーパーの帰りなんて息を切らしてみっともな。子供が危険な目にさらされるかもしれないというのに、こんなママチャリで本当に子供を守る気があるのかしら。音符のママ出せーな。一緒に帰るだけでも安全は守れますよ。その浅はかな考えもまさに貧乏人って感じよね。そうですかね。なんでこんなに突っかかってくるんだろう。早く帰ろう。ママをバカにしないで。ママを笑わないでよ。なんだよ音符、悔しいのか。ママのこと悪く言うなら許せないから。どうするんだよ、もやしでも投げてくるのか。これ以上かまってもしょうがないから帰るよ。じゃあな。音符、ママは大丈夫だから帰ろ。ママは美味しい晩ご飯を作るために頑張ってお買い物して、音符のために迎えに来てくれてるのに。
プの言っていることは間違ってないよ。ごめんね、ママ。せっかく迎えに来てくれたのに嫌な気持ちにしちゃって。ううん、音符が怒ってくれたから大丈夫だよ。さ、帰って晩ご飯にしよう。家に帰ってもモヤモヤは晴れません。音符、今日の晩ご飯はじゃーん、音符の大好きなカツカレーだよ。食べて元気出そう。うん、ありがとう、ママ。全然ご飯進んでないな。なんとか元気になってくれたらいいんだけど、一体どうしたらいいのかしら。うん、金之助くん、明日からきっとバカにしてくるだろうな。学校行きたくないけど、ママには心配かけたくないし、金之助くんのあの人をバカにした笑い顔を思い浮かべると気持ちがすごく落ち込んだ。翌日、案の定金之助くんは音符に突っかかってきた。いやあ、貧乏音符、今日もお迎えはママチャリか。何でもいいでしょ。僕はもちろん今日もママのスポーツカーさ。どうしてもって言うんなら乗せてやってもいいぞ。すごいスピード感だぞ。乗れない。あのスポーツカーは音符には似合わないもんな。ねえ金之助くん、私たちも今度乗せて。私もスポーツカー乗ってみたい。いいよ、順番に乗せてあげるよ。どうだ音符、こんなに注目されて羨ましいだろう。女はみんなお金持ちに寄ってくるもんなんだよ。ふん、人気者になればお前のそのふざけた態度も気にならなくなる。それからも金之助くんの攻撃は止まらなくて。音符、僕の給食分けてあげよっか。どうせお家のご飯は毎日特売のもやしだろ。給食は普通にもらいたい。でも我慢。ズーン。おい虫かよ、貧乏人は耳も遠いのか。掃除時間になっても。音符、掃除当番変われよ。やだよ、今日は金之助くんが当番でしょ。僕は校庭で遊ぶのに忙しいんだ。それに掃除は使用人がやるものだよ。だからお前がやれ。音符は使用人じゃないよ。さらに金持ちエピソードをみんなに自慢しまくり。前はタワーマンションの最上階に住んでいたんだけど、高い景色は飽きちゃったから戸建ての家に引っ越してんだ。そうなんだ、素敵。大きい犬を飼っているんだけど、僕が一目惚れしたらママが即決してくれたんだ。家の中に犬用の部屋もあるんだよ。今度みんな遊びにおいでよ。おいしいお菓子もあるから。あの有名なテーマパークプニニーランドもカオパスなんだよ。すごい。今度みんなで一緒に行こうよ。音符も連れて行ってあげてもいいぞ。遠慮しとく。今日もみんな親御さんたちと帰るように。はい。今日もスポーツカーで帰ります。音符はママチャリです。言わなくていいでしょ。金ちゃん帰るわよ。はい、ママ。あら、誰かと思ったら音符ちゃんじゃない。今日もママが自転車でひっこらお迎えかしら。大変ね。そういえば音符ちゃんのお迎えはいつもママよね。もしかして母子かって。だとしたらごめんなさいね。貧乏なのもうなずけるわ。さあ金ちゃん帰りましょう。なんなの、すっごい高級車だ。しかも長い。長すぎて後ろが見えないわ。でもこの学校に泊まったということは誰かの親ってこと。扉が開いたわ。レッドカーペット。何これ、ハリウッドみたい。かっこいい。あの車は、ママ、それにパパも。音符、お待たせ。帰るぞ、音符。はぁ、音符ちゃんは母子家庭のはずじゃ。そんなこと言ってないよ。お仕事が忙しくてなかなかお家に帰ってこれないけど。でも昨日はママチャリで特売のスーパーで買い物していたって。お金持ちの人がそんなことするとは思えないわ。私たちを欺いていたの。あれはその昔の癖というか名残というか。セレブの生活は性に合わないんだって。だからママの貧乏は趣味なの。趣味の貧乏とは。うん、なんだこの趣味の悪い車。ああ、
ーン、趣味が悪い。この車の良さがわからないなんて、素人はこれだから。いいこと、これはドイツ製で世界に数台しかないプレミアの。プレミアの割には乗り方が下手くそじゃないか。よく見ればすれ傷だらけだ。ママはよく駐車場でこすってるんだ。金ちゃん、余計なこと言わないの。ふん、身の丈に合っていない高級車を買うなんて品がないな。なんですって。金之助くんのママの車、よく見れば傷だらけだし、なんかかっこよくないかも。狭いし低いし二人しか乗れないし、音もボンボンうるさいしね。そんな、みんなかっこいいって言ってくれたじゃないか。音符ちゃんちの車の方がみんなで乗れて楽しそう。セレブな私たちの車よりこんなボケっとした親子の車がいいというの？ありえないわ。人を見た目で判断するのか、親として情けないとは思わないのか。どんなに高級なものを所持していたって心が貧しくては何の意味もないぞ。しかもこんな車で金持ち自慢とは浅はかだな。貧しい？この私が？音符ちゃんの車すごいね。長くてかっこいい。ピカピカだし、みんなで乗って帰ろうよ。いいよね、パパ。ああ、いいぞ。みんなのお家へ送ってあげよう。うまい、ありがとうございます。金之助くんはどうする？誰が乗るもんか。パパの車、椅子がふかふかして気持ちいいんだよ。お菓子もあるしゲームもできるの。うるさい、音符のくせに。素直じゃないな。じゃあそのうるさいスポーツカーで帰るといい。行くぞ音符。思い出した、あの顔、ソプラノカンパニーの社長だわ。音符ちゃんは大企業の社長令嬢だったのね。音符は金持ちだったってこと？でもいつもお弁当は質素だし、音符のママは自転車でお迎え来てたのに。ねえ金之助くん、お金持ちって自慢することじゃないと思うよ。お金持ちなのはいいことかもしれないけど、あんまり人に言わなくてもいいし、貧乏だったらバカにしていいわけでもないし、いいものを持っていたらすごいってこともないんだよ。親が正しい方向へ導かないことには何も変われないさ。私の教育が間違っていたっていうの？その答えはすでに出ている。あとは自分で考えることだな。よかった、音符の機嫌が良くなったみたいで、昨日からずっと元気がなかったけど笑顔が見れてよかったわ。優しい子だから奏のことを言われたのがよほど嫌だったんだろう。よし、今日のお夕飯も音符の好きなもの作ってあげよう。次の日、町の不審者は逮捕されたというニュースが。不審者は逮捕されたけど、引き続き用心はしましょうね。知らない人にはついていかない、声をかけられたら防犯ブザーを鳴らすこと。はーい。金之助くんがちょっかいを出してくることもなくなりました。あんなに人気者だったのに、今は一人で教室の隅にいます。お金持ちでも人のことをバカにしたりけなしたりするのは良くないくんに。不審者もいなくなってバカにされることもなくなったので、これで音符もゆっくりお昼寝できる。いや、ちゃんと起きて授業聞いて。その日の放課後、音符、あれ、ママ今日からもうお迎えしなくていいんだよ。うん、でもお買い物の帰りだからお迎え来ちゃった。いい運動になるし、これからもたまにはお迎えに来る。わーい、ママ大好き。音符だよ。さくら、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。音符ちゃんちの車すごかったわね。さくらちゃんちの大前さんの方がすごいと思ったけどな。忘れて、音符ちゃん今度乗せてほしいな。パパに聞いておく。うん、よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。またねー。